今から、出社します、完全防備長ズボンをして、林家完全封鎖です。屋根雪がどんどん落ちてきて、なんや大丈夫かな。昨日新聞屋さんが来れない、来ても入れられないので、配達さんへ今の玄関は配達できないので悩んでてくださいと地図を書いておいたんですが、夜暗くて見えなかったのか新聞がここに差してあります。配達さんはコロナ禍に入れてくださいということで、ヤクルトと牛乳も置いてあります。イエーイ、別世界やね。お、軽油タンクまで除雪したんですが、ほとんどありません。やばい、軽トラ4台がハウスの下敷きになったままです。いつレスキューできるんでしょうか。張ってないハウスもすごい雪です。本当に石川県なんでしょうか。ここのスペースだけは死守しております。毎日除雪です。雪で全く音が聞こえません。トラクターの音がやっと聞こえます。これがなかったら大変でした。積まれています。この、トラクターなかったら今頃どうなってたか分かりません。毎日毎日除雪してなんとか、コイン精米機こっちとあっち、この地域で今稼働しているのはこのおそらく2台だけじゃないでしょうか。皆さん精米に来てください。精米に来て、精米に来てください。イエーイ、はい。